んばん。やっほー、ピンクがみょうさん、サイポンさん、割ったぜ何を割ったんじゃ。イエーイ、こんばんは、ゲリラです。イエーイ、こんばんは。ジェジェ初握手会へあさって行くね、待ってまーす、待ってまーす。こんばんは、21の戦場公演応募してみた。お、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、久しぶりに見れて嬉しい。お、のりかちゃん、ありがとうございます。イエーイ、明日の握手会行くよ。お、明日は2部ですね、明日は2部です、よろしくお願いします。明日は2部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 明日はワンショットツーショットですね。こんばんは、レッスン終わりました、イエーイ、わーい、ゲリラです、よろしくお願いします、よろしくお願いします。広島に行きます。お、善悪待ってます、ただいまー、よろしくお願いします、イエーイ。お疲れ様です、お疲れ様こんばんは、お疲れ様ずずずずず。こんばんは、明日気がついたら1枚撮ってました。お、アダンのみさん、アダンのみさん、よろしくお願いします明日1枚分頑張りましょう楽しもう。チネラをやり始めたよ。お、ありがとう、ぜひアリサカードを使ってください。3年まで待機です、広島来週か1週間後や。こんばんは、こんばんは。3年握手会はどんな感じになって、3年握手会は普通、なんじゃ、ミニライブがあって、で3人か4人かぐらいのレーンでって感じですね。善悪が始まるっていう流れでございます。こんばんは、おはようってとこだった時間感覚が。お、佐藤さん、だるまありがとうございます。耳はいつも赤い、なぜか、なぜかうく朝ウクレレアリちゃん友達に画像送ったら可愛いって出た。ありがとうございますありがとうございます。びっくりして髪だけだからって、どういうことどういうこと、イタリアから見てる、あざす、イタリアから、あざす、パスタが美味しいところやサントシアリちゃんね、行ったよ、ありがとう、サントシ善悪初見です、秀明さんありがとうございます。ドゥルルルルルダン、 ST ホーテッド広島県出身14歳のアリちゃんことミニオシャリサです。イエイ、よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします、お願いします、お願いします、ルームフォロー待ってまーす。ミニライブもあるよ。てっちゃんかわいい、ありがとうございます。レーンはわかってますよ。アリサは大阪で、ね、大阪は地方とゆらちゃんです。よろしくお願いします。北九州と来週の広島行く、待ってまーす。チョビチョビさん。めっちゃ良かった、私が買ってきた、めっちゃ行こう、いいよな、カラオケだ、いいな、
やば、落ちるとこだった、向こうに。あぶねー。おっす、平継ぐさん、ピヨもち、ありがとうございます。こんばんは。全員見つけてね。了解了解、任せてください。今日プレゼント買った、マジか、やった、楽しみ。押し集めにできます。また会おう、また会おう、また会おう。こんばんは。焼きそばがあったら作れるでしょ焼きそばがあったら誰でもできるよ。いいレーンだな、でしょ。何レーンかな、何番、そこまで覚えてないわ忘れちゃった。セドライク、アリサとあれだよ、マヒちゃんだよパルト、パルトやなくてマヒちゃんや。こんばんは。広島さん、私雨っぽい。あ、おお、マジか。まあ中だからね、あんまり関係はないですよね大丈夫大丈夫、イエーイ。どうも久しぶりです。どうも久しぶりです。カウント完了、ありがとう。日曜日に会いに行きます。待ってまーす、待ってまーす。ゴールデンウィーク大阪広島にするよ、待ってまーす、イエーイ、待ってまーす。こちらこそ、こちらこそ、そうそうそう、ここここここ、そう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 。ユミリンどここよりかはうまく作れるやろ作れるやろ。広島駅から三都市の会場、どうだったっけ。広島の三都市だってどこで、どこ、ど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 こでしたっけ場所どこでしたっけな。広島前と一緒だ。それな、それな、あれだ、広島でやったら良さそうな地方、地方とゆらちゃんの広島麺レーンがなぜか不思議な大阪っていうね広島で3人でやったら、あ、広島麺かってなるのに、なぜかそれは大阪っていうね。びっくり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 。明日行きます、待ってます。あ、広島ジャッキーかと思ったら大阪だったんだよね。あらあらと思って。今度調べておく。よろしくお願いします。あ、メール届いた？そう、うどん食べました、さっき。うどん、うどん、うどん。歩いてたら、そっぽくわかる。それな、見つけんわけがないやろ。壁線で行きます。あ、壁線。壁線、あ、祇園のイオン、あ、祇園のイオンか。あ、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 あ。祇園のイオンね。こんばんは、こんばんは。パチパチパチ。飯テロメール、うどんとおにぎり送ったので。うどんとおにぎり送ったよ、イェーイ。こんばんは、イェーイ。あさっては早く着いて待機してきます。あさって、そうやね、あさってはお前役だから、ライブはね、早い者勝ちみたいなところありますよねギアンのイオン、ギアンのイオン、めっちゃ広い、めっちゃ、あ、あれよね、なんだっけ瀬戸内巡りで行って行きましたよね、瀬戸内巡りで、暗闇の時の、行った行った。あ、ユミリンが見れ覚えて、そう、見ましたよ。ママはユミリンのも撮ってるからね見ましたよ、ありがたいで、ありがたいや、いやー、嬉しい、めちゃ嬉しいやんけアリサもユミリンとの写真があるので後で送ります、イエーイ、後で送ります。そう、最善狙ってください、ぜひ。祇
祇園のイオンでもあまり行かんない。祇園はイオンはあまり行かん。府中のイオンがやっぱりね行くよね。もういいんだ。大阪の全額でも広島弁行っていいよみたいな言うよ。こっちがいきなりなんでやねんみたいな。おかしいやろ。何大阪弁何があるっけ。あかんやろあかんやろ。君のことが好きやねんおしろに会いたくて仕方ない。誰や翔平。誰や。動画と写真どっちがいい。あ明日。そうやな難しいところや。動画動画かな握手が5月までや。5月長い。あと1ヶ月。あと1ヶ月ある。メール着弾お届きましたか。夜ご飯ビビンバー。めっちゃファンキーファンキーっていうかね、めっちゃファンキーワイルドワイルドやんな。金魚ちゃんハートありがとうございます。あいつに一番の目標はぜひぜひ。ドドドドドド。はい。こんばんは。うどんめっちゃ好きだよ。うどん。ふぐちゃんがあいちゃん褒めてま。ほんまに？何で？嬉しい。なんでみんな褒めてくれるんかな。なんで急に褒めてくれるんやろ。みんな嬉しいな。嬉しいけど嬉しい。めっちゃ急にみんな褒めてくれるやん。アリサのことどんだけ好きなんやイエーイ。ふわちゃん動画より写真話。そうなん。動画の方がよくない。動画の方がよくない。なんか怖いね。そうそれが言いたかった急にみんなイイ。かわいさがもしたと思う。いやー嬉しい。ピース今日もかわいいの。ありがとうございますありがとうございます。動画はコメント同じだから。あーね、なるほど。でもあれですよね。なんかね、でもはがしの人による気がする。なんか普通にフリートークで喋ってもいいですよみたいな。はがしの人もおるけど、はちゃんとこの通り喋ってくださいみたいな、めっちゃ厳しいはがしの人もおるけそれはなんかはがしの人によるよね。なんか、ま、何も丸してない、丸せずにさ出しても何も言わん人と、何も丸せずにね、あの紙が来るには、そしたら普通にフリートークやるんですけど、そうでもそれだったらダメな人もおる。ちゃんと何かに丸してくださいみたいなこのどこかに丸して丸をし直してきてくださいみたいな受付で言う人とかもおるよね。それは難しいわ。確かにめんどくさいな。でシュルガニャタイエーイ。そう、そんなこと言われるよ。そうまあめんどくさい人もおる中には。ご中間ができた。ありがとう。遅れる配信 YouTube でリピで聞いてた。なんでそんなに聞こえんやねん。でもハマるよねあれ。弾けたらマジでハマる。ウクレレはだってここにもう置いてるもん置いてるもん。これまだ2曲しか弾けんけんね。ワンショット厳しくなりましたよね。なんであんな厳しくなったんですか。びっくりやど。おーおいっす。めちゃくちゃ久しぶりやな翔助。あれじゃないか。なんだったっけ。2周年やね。2周年コンサートぶりやね。フォロワーさん8974。おありがとうございます。
ちょっと増えた。ちょっと増えた。片思いのリガちゃんリピしてるよ。おお、ありがとうございます。もうすぐに弾ける状態にはある。なんかもうね、そこらチューニング線でもう分かる気がする。音が合っとるって。天才か？一応チューニング。うん、これ合っとるよ、チューニング線でも。タラン。タン、タン。あれ？違っとった。タン、タン。どっちだ？こっちか。けどもういっか。オッケーオッケーオッケー。こんばんは。こんばんは。でも何弾くんですか。もう弾くの弾けるのないもんだって、あの2曲しか。あの2曲か、あのめっちゃあのよくわからんハッピーバースデーかしかない。テラララ。ミュージシャン。もうマリーゴールとか甘色しかできんもん。Give me five! Give me five 弾けないよ。弾けたらめっちゃ楽しいよね、Give me five とか。Give me five! あいみょんよ。あいみょんはでも、A メロが難しい。歌の方が難しい。あの2曲でいいじゃん。じゃあ、あいみょん行くね。イントロから行くで。あ、あれがないじゃん。弾くやつ、アリサの指で弾くところだった。危ない。じゃじゃーん。ウクレレなのにピックを使う。イントロ。風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、最初が弾くよね。でもサビがめっちゃ好きなんですよ。幸せだ幸せだ、麦わらの帽子の君が揺れたまり。上手じゃね。やった、イエーイ。
でも2曲しか弾けんけど、あともう1曲は甘色の髪の乙女です。アリサはめっちゃ好きな歌個人的に好きな歌いくね、ワン、ツー、甘い色のな、あ、待ってて、甘い色の順番なんですけど、こっち難しいよね、手が動かん、イエーイ。しかもそうめっちゃごまかしてるっていうね、これじゃけんね、まあ音が聞こえるんですけど、すじゃん、これ、ね、ちゃんと抑えられてないとね音が鳴らないらしいんですよ。ここができてないっていう。できるわけなくない。でも手に線が入るんですけど、そうこうじゃんじゃんじゃん、まあ、C とかだ、 C っていうコードはめっちゃ簡単なよ、1個しか押さえないから、ここをこうやったらジャーンってなってって感じなんですよね。で G7 は3つ押すんですけどね、じゃん、そう、まあできとる風に見えたら、まあ全然できてないんですけどね。でもこれをこれで弾いたらごまかされる。これを手で弾いたら、ここが鳴ってない。あー、もう手に線が入るよ。これは難しい、ほんまに。そう、そう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 、アリさんもね、別にそう、そんなプロじゃないけさ、もうこれできよう、もう楽しく弾きよったら、もうできとるふうに聞こえるじゃん。でもね、そうちゃんと一個一個確認したら全然できてないって。マジで全然できてない、びっくりするわ。Dm7 っていうのが難しいよね、ここと、ここと。こういう手なんですけどね。そう、こういう弾いたら、弾き取るように聞こえるけど、楽しいのがじゃあそれだよね。そのノリでもやってみて、できてるように聞こえたらもうバッチリ。結局そう7個コードを覚えたらできるよ、どっちの曲も。そう7個だけ覚えたら どんな曲も結構いける、いけるわ。最後のジャカジャカ、最後のジャカジャカもめっちゃうまいけんね、 C でやるんですけど、離さない。
かびっくり。最後うまくない？ちゃか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 ちゃーん、じゃじゃじゃん。さすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、56分だ。本当や。じゃあキャッチフレーズをいきます。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサゴー出航。はい、ありがとうございます。中学2年生アリちゃんこと宮下りさんです。イエーイ。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします。イエーイ。イエーイイエーイイエーイ。ほい。ではギフト。ギフトギフト。みゃんこ先生、スランプくん、よしたるさん、あずきちゃん、さとさわてっちゃん、つちのこさん、しゅうじさん、くじまささん、よしたる、けんよんぱちさん、みゃんこ先生、きんぎょちゃん、ひとりがたさん、しんしんまりさん、ひらつぐさん、てっちゃん、さとさわ、ありがとうございます。わランキングは13位、おしおさん、12位ひえさん、11位ひでじろうさん、10位ななぽんだちゃん、9位さとさ、8位しんしんまるさん、7位てっちゃん、6位すきぴー、5位ビッグエムさん、4位八足大福さん、3位けんよぽちさん、2位あずきちゃん、1位は次はドラムを弾きます。ひとりごとさんです。イエーイ、ありがとうございました。イエーイ、ドルルッタッタン。ありがとう、決まった。ダーン、イエーイ、バチバチ、ありがとうございました。それでは明日は福岡の、55枚目シングルの握手会です。2部でワンショットツーショットです。お待ちしております。イエーイイエーイ、今日も楽しかった。こちらこそありがとうございました。明日の配信はまだわかんないんですけど、多分2部だから早いよね。2部だからもう始発で行くと思われる。でその代わり夕方できんのかな、わかんない。明日の予定がまだわからないんですけど、わからないんですけど、タイムスケジュールを入れたいと思います。よろしくお願いします。明日2部だからね、絶対始発だ。早いんじゃね早いんじゃね。明日2部なので、あの遅刻をしないようにね、あの寝坊とかしないようによろしくお願いいたします。イエーイ。それではバイチャラポーイ。そうやね、モバメ送ります。まだ3つぐらいしか送ってないので送りたいと思います。バイバーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。バチ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 。バイバーイ、イエーイ、ありがとうございました。グッドナイト。グッナイグッナイ、いい夢見ねよし。バイバーイ。またね、おやすみねよし。ピース、バイバイ、また明日、おやすみなさーい。